いい天気ですね。少し歩きませんか？はっ！行きましょう。なんか結構すんなり入れたぞ。ああ、やつらにはもう監視を置いたり外を守ったりする余裕はないはずだ。奴らはおそらく全員ここに隠れてるはずだ。何人残ってるかはわからんが。何人いようと構わない。全員捕まえればいいだけの話だ。気をつけろよ。たとえ相手が驚いていても油断は禁物だ。だがどれほどの腕前なのかは突き当たってみればわかるさ。昔神王のレリクスって名がどれだけ威勢が良かったとしても今は取るに足りねえよ。ああ、お前の威勢があればなおさらだ。俺が案内しよう。昔一度だけ来たことがあるが。
おい、大丈夫か？ただ、閉じ込められたみてえだ。他の穴は反応しなかったみたいだな。前に気をつけろ、敵が来やがった。こうなれば、強行突破痛くたくだな。俺たちに構うな。こんなこともあるさ。この炉の準備はできてる。他に道がないか探してみろ。行け、団長に恥をかかせちゃならん。オイラたちは早く他に道がないか探そうぜ。じゃせめて早く助けてやろう。そうだな。あっちに道がありそうだ。けど塞がれてるみたいだな。あの仕掛けを試してみるか。うん、行こうぜ。行きましょう。全部丸見えね。え、ソーランド行こい。さっきの仕掛けとちょっと似てるけど、真ん中は遮られてるみたいだな。まあつまりちょっと調整すれば解けるんだよな。見切りました。ご安心を。深海のカゴ。ソーランド行こい。手ごわいですね。はっはっへい、あれ狂いなさい。ふっふっほっやっはっふっせいはっ。行きましょう。
本当にそっちから人が入ってくるとは意外だったな。だが砂漠の民は常に意外と隣り合わせで生きてるもんさ。俺たちはとっくに慣れてる。無駄口はよせ。もうあんたに逃げ場はないんだぜ。逃げる？その道を選ぶなら今まで俺には数えきれないほどのチャンスがあった。俺はこの身で神王のレリクスの最も輝かしい時代を経験した。生きながらえたとしてもその後に残るのは尽きぬ苦しみのみ。残った奴らはこんな言葉に共感してる奴らばっかりさ。偉大なる者は墜落の記憶を持つべからず。最後の悪あがきか。行け！キング・デシェラト様が俺たちに残してくれた恩恵を奴らに見せつけてやれ！どれだけ強かろうが、たった二人さ。第一陣やれ！そのまま全員殲滅だ！ご安心を。海のちぎりよ。ふっ、おっ、あっ、やっ。へい。まずい、あったと思うなよ。まだまだ始まったばかりだ。ふふ、はびこりなさい。神王様は神道を誰一人見捨てはしない。やっちゃった。ソーランの憩い。おいおエレン、俺についてこい。誓いを果たす時が来たぞ。あんたら命はもう惜しくねえのか。元よりそんなつもりはねえ。誰一人だ。あなた様のために生贄を用意した。高よ、写真を起こせ。ご安心を。逃げられると思うな。逃げ道はありません。行きましょう。失策です。読んで。命令を出してる奴がやっと倒れたな。でもあいつらの攻撃はまだ止んでないぞ。ここってなんだか闘獣場みたいだ。戦い続けても無駄だって。来い、後に続け。恐れることなかれ、ひるむことなかれ。これは我々最後の陣だ。次の敵が来たら敵の気を引いてくれ。私は上にある高台を叩き落とせるかどうか試してみる。そこをどけ。ミジャール出てこい。正面も突破されたか。すみませんミジャール様。あいつらマジで命知らずなんだ。どう切っても倒れなくて。どうやら時間切れのようだ。ミジャール、そろそろ蹴りをつける時だ。そんなチャンスを俺がやるとでも思ったか。この間もなく消え去る輝きとともに、こうさよ、俺を埋めてくれ。ま、待て。間に合わなかった。勝負はもうついた。戦い続けたって意味がない。もし傭兵の節操の方が大事ってんなら、あんたたちに痛い目を見せるのも私は一向に構わないがな。
おい、電車、仕掛けを見つけたぞ。今すぐ登らせてやる。行こうか。お前ら、一体何者だ？なんで俺たちにしつこく噛みついてくる？あの堂々たる神王のレリクスが本拠地まで乗り込ませておきながら、相手が誰かもわからないなんてな。ネズミみたいに狡猾に、あっちを噛んだりそっちを噛んだり、捕まえようにも捕まえられないときだ。お前らのしたいことなど知ったことか？おい、クセラという名を覚えているか？知らん。俺は頭じゃねえし。もう一度だけチャンスをやる。だから知らないって。ただの下っ端の俺が嘘をつくわけないだろ。人探しだったら資料確認しろよ。団員の出入りがあんなに激しいのに全部知ってるやつがいると思うか。本当に滑稽な話だな。多くの人にとってあいつの命はかけがえのないものだったのに、一部の奴らにとっちゃ何の価値もない。おい、資料室はどこだ？あっちだ。資料は全部その中にある。調べてみりゃいいさ。どうせ何の役にも立たないがな。私は古い資料のことを聞いてるんだ。古いのって焼かれたやつか？クセラ、思い出したぞ。あいつか、あの足を引きずっていた野郎。言葉に気をつけろ、俺たちの団長だぞ。つったってありゃ絶対に演技だ。あの危なっかしい歩き方を見て守りの奴は油断したんだ。川屋へ連れてってやる途中で逃げやがって、資料室へ走り込んで放火なんて。健全な奴でもあいつに追いつけなかったんだぞ。そんなのありえるかよ。それから神王のレリクスは徹底的に統率が取れなくなっちまった。無駄口はやめろ。あいつが何をしたかなんて、ここにいる奴はみんなあんたより分かってるんだよ。さっさと吐け。場所はどこだ？あっちだ。見に行きたいなら行けばいい。でもあん中には燃えかす以外何もないぜ。あんなに大きい火事だったんだ。人なんかとっくに焼かれて塵になってるさ。バシャール、ティクリッティ、一緒に来い。残りの奴はここにいる奴を監視してくれ。下手に動く奴がいたら情けは無用だ。知ってることは全部話したんだから勘弁してくれねえか。ここがあいつの最後にいた場所。あいつ一体どうやったんだろうな。足を引きずりながら見張りを避けてここに潜入して放火するなんてさ。なあ、
そんなに機敏だったんなら火事の中でもうまく逃げ出せたんじゃねえか。ディシア。すまん、逃げ出せてたらよかったのにな。何か残ってないか、ここら辺を探してみるか。これは杖？あ、これってもしかして。クセラ団長、本当に全部ありがとうな。杖が大火事の後に残ってくれたのも不幸中の幸いだった。もう一回手分けして探すか。もしかしたら他のものが残されてるかもしれねえし。でも火事も怖くないものってなんだろう。巨竜はもうディシア姫の手によって倒された。竜の頭は砂上に掲げられ、彼女の武勇は我らに長らくの平和と繁栄をもたらす。ほら早く、肝心なセリフだぜ。あんたが。いや、巨竜を倒したのはお前だろ。みんなお前の言葉を待ってる。うん、今でも緊張するか。いいさ、俺がやる。これにて勝利を宣言する。悪竜はもういない。私はこれにて勝利を宣言する。悪竜はもういない、親父。どうしたんだ。前オイラに聞いたよな。もし突然金持ちになったら何したいって。オイラが美味しい食べ物と飲み物をたくさん買うって答えたら、お前理解できないって顔しながらもオイラのこと可愛いって言ってくれたぞ。せっかくのチャンスだもんな。ひひ、今回はお前にパイモンの飲み食い生活の哲学を体験させてやるぜ。おい、おいらそんなにケチじゃないぞ。とにかく好きなだけ食べてくれよな。そしたら気持ちだってすぐ晴れるぜ。バニアザードもおいらたちが戻ったのを聞いてすぐ来るって。ありがとな。正直こんなの全然私らしくないよな。道中ずっと複雑な気持ちで何を話せばいいかわからなかったんだ。私の胸はこういろんな激しい感情で埋まっちゃったみたいでさ。この感情は今までの冒険よりも強くて、でもことが終わりを告げたら全部消えちまったんだ。私もいつになく虚しく感じてる。なんだか一番大切なものをなくしたみたいに。ああ、傭兵にとって一番大事なのはモラだって言うけど、もしかしたら私たちが一番大事にしてないのもモラなのかもしれない。イドリシたちだっていつも給料を払わないなら解散だなんて口にしてたんだぜ。
親父のための復讐なんて一銭の報酬も出ないのに、私も同じだろ。大の英雄物語好きの親父が悪党だったなんてって、あのことは私を幻滅させたんだ。口では絶対に許さないとか言ってずっと理解しようとしないでおいて、そのくせどうしてもって真相を調査してさ、おまけに涙まで落としそうになるなんて、私たちの表と裏っていつも一致しねえよな。そうだな、口惜しいのは初めて本当の気持ちがわかる時はいつだってもう取り返しのつかない時なんだ。ちゃんと全員帰ってきた？無事よね？おお、来たか。うん、30人団からたくさんの人が来てね。私もちょうどお父様の件が終わったところ。これからは調査結果待ちになるかしら。あれ、リシア、なんだか元気がないみたいだけど。オイラが話すよ。今回は結構いろんなことが起こったからな。ごめんなさい、私がこんなに取り乱したりして。でも大丈夫だよお嬢様。そこまで悲しまれちゃ私が逆に申し訳なくなります。お嬢様も被害者なんですから。でもあなたの方がきっと私より悲しんでいるはずなのに。あなたに慰められるなんていけないわ。気にしないでいいって。これを機に何が幻で何が現実かやっと区別がついたさ。親父は多分環境さえ変えれば人は気持ちよく新しい生活を受け入れられるって思ってたんだ。私も何回か一瞬そう思ったよ。新しい生活を受け入れても大丈夫かなってな。でも私の潜在意識は平静を保つことなんてできなかった。こんなざわめきに戸惑うようにさえなった。旦那様の好意を無駄にしたことが申し訳なくて。でも今振り返ればそれは当たり前なことだった。だって平成なんてものは全部嘘で、風車は終始私の血の中で流れていたんだから。あなたのその考え私もわかるわ。でもちょっとした変化はあるぜ。例えばこれからの私はそんなに儲からない仕事をするかもしれない。親父の仲間イドリ氏が言ってたように、今は私も親父の背中を追って物語の一員になりたいんだ。結局エンディングはこんなに幼稚で滑稽だったけど、でももうそんなのどうでもいいような気がして。かっこいいじゃない、モラじゃないもののために動く傭兵なんて。食べ終わったら気分転換でもしに行きましょう。もう一回グランドバザールに行くなんてどうかしら。そうでした、お家のために絨毯を選ぶんでしたっけね。オイラたちも。今回は本当に世話になったな。行きましょう。はっ、行きましょう。ここの絨毯かなりいいわね。作りも細かいし、いい材料が使われてるわ。やっと見つけた。
ここにいたのか。お前、あの舌を噛んだ傭兵じゃないか。話せるようになったのか。待てよ、まさか復讐しに来たのか。何言ってんだ、俺にそんな腕ねえや。物を届けに来たんだ。後で自首しに行くから。目が覚めてから慌ててアフマルのヒゲの隠れ家に行ったんだ。みんなに知らせようと思ってな。けど足を怪我してまだ休養中の団員以外みんないなくなっちまってよ。きっと私たちの行った後だろうな。まあ復讐はもう終わったから、団の奴らはみんな自首したってな。この隠れ家ももうすぐ調査されるそうだ。もともとクセラの借りを返すつもりだったんだ。みんなが自首しに行った今、俺が逃げても意味がない。怪我した奴からこの箱をもらったんだ。クセラの遺品が入ってるってよ。キャンプにあるものは絶対全部押収される。今渡さなきゃもうチャンスはない。ありがとう。気にすることはねえよ。みんな自分の信念のために生きてんだ。正しいとか間違ってるなんて評価する必要はない。この箱がディシアのお父さんが残したものか。思ってた以上に少ないな。ああ、あいつは金があれば娯楽に回してた。肉を食べたり酒を飲んだりな。まあとりあえず開けてみるか。これはなんだ。全部ガラクタじゃないか。それにちょっと臭い。わあ、もしかしたら長く放っておきすぎたのかも。手写しの物語。髪も黄ばんじまってめくるだけでバラバラになりそうだな。前は個人が書籍を所有するのは教令員の規定違反だったんだ。どうせ規定に違反するならもうちょっと使えるものを写せよな。本当に好きだったってことだろうな。あとは何個かの子供が好きなお菓子。全部粉々になっちまってる。匂いはきっとここからだろうな。あなたのために買ったの？私は好きじゃないんだ、小さい頃からな。私のために買ったって言いながら毎回私よりも食べててさ。しかも食べ物はこんな風にしちゃダメってのは常識だろう。まあいい。あとは何がある？ヒゲ剃り、ボタン、丸いてっぺん、組み立て式の木の人形、毛糸のマフラー。女物みたいだな。それにかんざしも。なんでこんなものがあるんだ？あ、私ちょっと怖くなってきたわ。すみませんね、お嬢様。あいつはこういうやつです。多分箱をゴミ箱代わりにしてたんだろう。何でも中に入れちまって。空の酒瓶が一つ二つなあ、普通こういうものって残しておくか？あれ？その瓶、何か入ってるみたいだぞ。本当だ。取り出せた。紙に何か書いてあるみたいだ。でも下の方は全部濡れちまってるな。文字がぼやけてないといいんだが、この酒を飲み終わったら、いきなり手紙を書きたくなったけど、書き終わったら瓶に入れることにする。忘れたなら忘れたでいいさ。ディシアへ。私宛てかよ。いや大丈夫だ。とりあえず読み上げてみるよ。手紙を書いたってことは絶対に大事なことを言いたかった。少なくとも記録しておきたかったってことのはずだ。最近体の調子がますます悪くなった。遊びに行くどころか
歩くにも杖をつかなけりゃならない。多分俺に残った時間は少ないな。もしこの手紙が読まれてるなら、俺は多分もういないだろう。小さい頃のお前はどんなに可愛かったか。みんなお前のことが好きで、お前が泣いても笑ってもみんなとても楽しかった。まあ分別がつくようになった頃にはそんなに可愛くなくなったがな。絶対イドリシの奴らのせいだ。毎日何を教えてるんだか。何言ってんだ、一体誰のせいだっつうの。いやそうだそうだ、大事な話に戻ろう。俺がこれを書いた目的はな、全てを知ったとしても俺のために悲しむなってお前に言いたかったんだ。だってな、俺は実のところお前の父親じゃないんだ。冗談を言ってるの？あ、私にもさっぱり。俺の若い頃はすごかったんだぜ。狩猟の獅子なんてのよりか100倍すごかったな。空へ行くにしても地へ潜るにしても何だってできた。努力さえすればこの砂漠を全部我がものにできたかもってくらいすごかった。でな、ある日俺が一人砂漠で飲んでたら、まだ赤ん坊だったお前を見つけたんだ。あそこに寝てたお前は小さくて小さすぎて、もうちょっと風車が吹けば埋まっちまうくらいだったぜ。けどな、お前の泣き声があまりにもうるさくて俺の気分まで悪くなったんだ。今こうして思い返せば本当に元気いっぱいの命だったな。なんか冗談じゃなさそうだぞ。それからイドリシの奴らに外でちょっとした間違いをしたって言った。あいつら全く疑わなかったんだぜ。奴らを一生騙すことになって本当に悪かったと思う。けど他にどうしようもなかったんだ。俺は奴らの頭なんだからな。あいつらにいきなりただ父親になりたかったからなんて言えないだろう。さっき飲んだ酒を吐き出しちまいそうだぜ。よし、ディシア、お前は俺たちが夢にまで見た自由と善良な心を持ってる。これからの人生は自分で選べよ。本文はこれで終わりだ。ったく、最後まで子供扱いしやがって。ああ、じゃなきゃあいつの言うように私は赤ん坊の時に風車の中で窒息死しちまうところだったんだ。彼はいい父親だったわ。血縁や身分なんてこれには関係ない。ああ、ただこんな方法で全部の真相を知ることになったのが残念だ。お父様からは自分で選べってあったけど、考えはまとまった？うん。風車の中で私を拾ったみたいだから、私を捨てた奴を探してみようと思う。別に何をするわけでもない。ただこういう話があったって教えたいんだ。昔チャラチャラしてて無茶が好きな幼稚で偉大な奴がいたって、私に今の私になるためのチャンスをくれたって。手がかりをオイラたちにも教えてくれるか？オイラたちはしょっちゅう冒険に行くから、もしかしたら何かしら関係のある情報が見つかるかもしれないぞ。もちろんさ。ありがとな、こんなに熱くなってくれて。私も力になるわ。ありがとう、本当に感謝するよ。小さい頃から波乱万丈の人生を過ごしてきたが、結構ラッキーな方だったと思うんだ。少なくとも今まで私の身の回りには
いつもあんたたちみたいないい奴らがいたからさ。きちんと計画してくださいね。同じように仕事にも活力が必要だ。